脱炭素社会の実現には原子力発電が不可欠だとして、自民党では原発の新増設・建て替えを推進する議員連盟が発足しました。稲田元防衛大臣を会長に、安倍前総理が顧問に就任しました。国力を維持をしながら、国民あるいは産業界ですね、低廉断定的な電力を供給していくというエネルギー政策を考える上において、原子力についてですね、しっかりと向き合わなければいけないのは絶対の事実であります。安倍政権では原発は重要なベースロード電源としつつも、依存度を可能な限り低減するとしていました。ただ菅政権が脱炭素を掲げたことで、原発の重要性を強調する方向へ舵を切った格好です。稲田会長も新たな技術で安全性を高めた新型炉によるリプレースを進めると述べて、原発がカーボンニュートラル実現の鍵となるという考えを示しました。政府は夏ごろにエネルギー基本計画を見直す予定で、福島での原発事故以来避けられてきた新増設についての議論を盛り上げる狙いがあります。